皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンソードシールドやっていきましょう。それではシールド側のダイマックスアドベンチャー行ってみたいと思います。で今回もみんなで進んでいきましょう。よろしくお願いします。私2番目です。あ、今回は最初のポケモンが結構いろんなタイプ技持ってますね。アギルダ、ガントル、ゴーストからです。催眠術持ちではあるんですけど、なんとなくアギルダかな。あ、ガントルの、ガントルは、うん、鉄壁だったのか。あ、これだったら私、もろばれるがいい。私らがもろばれるで選んじゃいますね。あ、ガントル選ぶ。どうなるかな。一番奥のポケモンが何タイプかっていうの今まだ分かってない状態なので、ちょっといろいろ見て進みましょう。地面。地面？グラードン？あれ？地面タイプ。グラードンかな？水草氷で行きたいですよね。水いけるな。こっちかな？すごくなんとなくですけど。最初の2体がフェアリータイプって初めてかもしれないです。どっち選んでもフェアリー。はい、一番最初のポケモンはこちらのポケモンです。トゲチック。トゲチックのポケモンの巣出すのめちゃくちゃ時間かかった記憶があります。グラードンだったら私もすでに持ってるのでトゲチックを釣りて帰りたいな。雨乞い、どうしたらいいかな。あ、でもアシットボムだと思います。多分。このまま、頑張って勝っていこうと思います。一番最初は、ダイマックスワックそのまま使ってくれてますね。回ってきたら私も使おうかな。最初はカメール、かわいいなかわいいな。御三家ですね。はい、では見ていきましょう。あ、じゃれつく、マジカルフレーム、命の雫持ち。おお、変えた方がいいような気がしてきましたね。変えたいです。命の雫いいと思うんですよね。あの地面で出てますけど、地面ドラゴンタイプっていう強いの来たら怖いよね。氷かな、多分氷の方がいいと思ってこっちを選んでしまいました。何がいいんだろう。ノーマルジュエル、先生の爪、いや、タスキかな。タスキ系が良かったけど、ハチマキですね。失礼しました。気合のハチマキ、タスキどっちも出てくるパターンがあるんだけど、ハチマキだったか、いいのかな。大丈夫か不安ですね。はい、次の道は氷タイプ。バニリッチもね、結構出会うことが多いんですけど、ドラゴンのタイプがあるとしたら連れて行きたいですよね。はい、マジカルフレームがあるのでこのまま枠をもらって大バーン打っていきます。わー、一番最後怖いですね。なんだろう、地面タイプ、ちょっと考えながら動こうと思います。では選んでいきましょう。私どうしようかな。これ持ち手変えた方がいいのかが謎なんですけど、お、変えてくれる。じゃあこのままにします。それ誰かしら多分氷タイプ技持っていった方がいいと思うのでお願いしちゃいました。ここで木の実で回復。岩ですね。どっちがいいんだろう。うわー、ガメモですと、こっちかな。水タイプ持ってるんじゃないかな。お、これはこの岩タイプの形がちょっと分かんなかったんだけど、コドラかな。
当たり。コドラか。よろしくお願いします。最後のポケモンはコドラです。ここで命の雫をしてちょっと回復を入れます。地面タイプの伝説怖いな。それでは最後選んでいこうと思いますが、鋼岩タイプだから私はこのままかな。このままいっちゃいます。で、今のポケモンたちと一緒に一番奥地面タイプ見ていきましょう。伝説のポケモンたちで言うと地面って結構数が多いし、強いポケモンもいるというジガルデとかも地面で出るはずなんですよね。何かな。うわー、あれ持ってたっけ。ランタロス飛行地面タイプだね。あ、ってことは氷持ってきてよかったんじゃないですか。氷4倍ですよ。もしくは水。トゲチックは水持ってるけど、そうそう違うので、自分に向けさせた方がいいかな。相手の特攻を下げます。マジカルフレームを打とう。多分、氷技4倍ですよね。地面飛行タイプだから氷技4倍で、2倍で水かな。いいタイミングでバニリッチ。これは良かったでしょう。え、ソードシールド共通で出てくるポケモンですね。ランドロス持ってた記憶はありますが、あんまり当たったことなかったので久々って感じですね。多分寝ました。さすが催眠術素晴らしい。ちょっとね、ターンも考えて命の雫しようかなと思ったんですけど、これだったらもう大丈夫ですね。何もしなくていけます。何もしなくてそのままいけるから特攻だけ下げます。まだ起きないはず。で、ガントルが危ないんだよね。みんなのところにあられダメージも入っちゃうので、あー、これもあるのか。次のターンは雫しましょう。ここで命の雫にしてガントルが落ちないようにできるはず。多分ランドロスが起きなければできるはず。よし、起きなかった。危ない。でもそもそもなんか倒れそうな気がする。バニリッチのダイアイスでこれで倒れますよね。終わるよね多分。早っ4倍すごい。ありがとうございます。終わりました。で、私は持っているっぽいねここまで来てやっと理解です。持ってました。トゲチック、バニリッチ、コドラです。トゲチックを持って帰りますっていうのもね、あんまり持ってないんですよね。なので持ち帰って大事にしとこうと思います。育てるかどうかはまたこれから考えます。よっしゃー、再挑戦はできなくていいので家にしておきましょう。はい、ということで今回はランドロス、場所は被ってしまったんですが、トゲチックはあまり持ってなかったのでゲットできて嬉しいです。他でまだ出会ってないのがシールド限定ゼクロム、出会ってないんですよね。あとは、あと出会ってないポケモンって結構いる。まだ残ってますね。まだ残ってる感じでした。ちょっと調べてみて、あと何匹伝説がいないのかとか確認しながらまた遊んでいこうと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、See you!